白茶の林道の入り口、いつものように、サソリモドキなどを見ようとこの穴を覗き込んだ。すると奥に鳥のひながいました。この入り口のこれが何かと思うライトを当ててみたんですよ。やっぱり種かな、虫でしょうね。を食べてるようですね。目からすると虫でしょうね。かなりノーマークでした。まさか鳥がおるとは。結構こういう穴があるので、蛇の穴なのかで、タランチュラの穴もまあこんな感じなんで、ただ、口のところには糸で補強してありますけど、とか思いながら覗いて、面白いものが見れました。眩しそうなので終わります。